おはようございます。今朝の東京ビクトリーは本当に大忙し、明日にはイタリアに出発するという。本当ですか。こちらのアスリートです。プロバレーボールプレーヤーの石川祐希選手です。どうぞ。よろしくお願いします。なんとなくユニフォーム姿以外の姿を初めて見たので新鮮ですが、はい、いや僕もあまりこういう格好しないので、はい、いやいや一言で言うとおしゃれですよ。東京オリンピックでメダルを目指すバレーボール男子、人気実力ともにナンバーワン、史上最高の逸材と言われているのが石川祐希選手。ファンとしてはイタリアでどういう生活をしているのかなってのは気になるんですけれども、一人で生活してるんですか。一人で生活しています。単身イタリアリーグで戦う石川選手の貴重なプライベートを大公開。プライベートでは本当なめくじみたいな人です。やばやばチームの皆さんどうだった。えげつないです。えげつないですね。グッドモーニング、グッドアスリート。この番組は心も満タンにコスモ石油とご覧のスポンサーの提供でお送りします。今朝の東京ビクトリーは改めまして男子バレーボール石川祐希選手をお迎えしてお送りします。そしてレジェンドゲストはオリンピックに4大会連続出場競泳の松田丈志さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。収録なので、はい、実は昨日まで広島でワールドカップバレーがあって、はい、そして今朝東京に戻ってきたんですか。そうですね。そしてイタリアに行くのが明日のお昼。明日のお昼、はい、日本代表は6年目ですか。6年目です。はい、どうでしたか。いやもう立場も変わって、まあ、僕が引っ張っていく立場になったので、まあ、非常にやりがいを感じています。そうですか。世界最高峰と言われるイタリアでプロ選手としてプレーする石川選手。各国の代表選手がひしめく中、存在感を発揮しています。10月のワールドカップでも日本のエースとして攻守にわたりチームを牽引。日本はオリンピックのメダルチームを次々と撃破。28年ぶりの4位と大躍進しました。極めつけがこのプレー。スパイクを打つと見せかけてトス。バレーセンスの高さは群を抜いています。結果は4位ということで、はい、でもブラジルから1セット取りましたし、どうでしたか手応えは。いや目標としていたところがメダルだったので、まあ、4位という結果で非常に悔しい気持ちで終わったワールドカップでした。またブラジル戦でも惜しいところまで行ったんですけど、勝ちきれないかったので、まあ、そこの強さをもっと求めていかなければいけないなというふうに感じました。あのバックアタックと見せかけて、はい、2タッチ目でトスっていうのは、はい、作戦であるんですか。作戦というか、まあ、そういうフェイクかけて相手を騙す作戦はありますね。あれサインプレーなんですか。サインじゃないです。もう僕の勝手な判断というか、アドリブで、はい、アドリブで、すごいよね。横の選手も、ね、気づかなかったらね、あっと思っちゃうもんね。たまにあります、ね、はい、そうきたかっていう、ね、さて早速参りたいと思いますけれども、まずは、はい、石川選手どのように日本代表のエースまで成長してきたのか、こちらの年表にまとめました。はいはい、9歳の時にバレーボールを始めました。その時からですね、頭角を現しまして、わずか経験4ヶ月で全国大会出場。はどういうことですか。最初から上手かったってことですか。いやいやいや、僕の先輩が強くて、で僕が初めて4ヶ月で、他の先輩とかもいたんですけど、まあできない中でしたけど、ユニフォームもらって全国大会に出場はさせていただきましたね。でもね、なかなかない経験で、いや
4ヶ月で全国大会行けるだけでもすごい刺激もらいますよね、はい、もうね、はい、子供だったら。そうですよね、うん、そして、はい、中学校に進めまして、うん、その後成城高校バレーボールの名門に進んで伝説を作ります、うん、こちら高校2年生から卒業まで99連勝。え、団体競技でそんなことあります？本当ですよね、うん、99連勝、はい、対戦高校がめちゃめちゃ弱いそういうパターンですよね。愛知県の成城高校で高校2年生から負けなしの公式戦99連勝、インターハイ、国体、春高バレーという三大大会を2年連続で完全制覇し、史上初の高校六冠を成し遂げました。みんなどう思う？すごいそうだよね、うん、すごいって言葉しか出てこないよね、うん、うっかり負けちゃうゲームとかあるもんね普通ね。それがないってことはやっぱり段違いにまあ強かったのと、うん、まあ、集中してずっとやってたんですね、はい、非常に監督に支えられたというか、うん、監督の指導のおかげで、うん、もうこういう結果生み出すこともできましたし、うん、まあ、監督だけじゃなくて選手たちが非常にストイックにやっていたことが勝てた理由ですね、うん、さて一つ目のビクトリーアイテムですけれども、はい、腕時計がコーチ先生からもらったという、はい、大事にしてらっしゃるんですね、はい、これなんですけど、いいですか、はい、失礼します、ありがとうございます。ここに書いてありますね、はい、正常感謝の気持ちを忘れずに史上初六冠達成。すごい、これ嬉しいですね、はい、うん、嬉しかったです。じゃあ当時の成城のメンバーたちはこの時計みんなして、はい、持ってますね。そうですか、はい、感謝を忘れずにという恩師からの言葉はやっぱり常に意識してますか？いや、常にやっぱりずっと言われ続けてた言葉でもありますし、まあ、僕たちがバレーボールできているのも僕たち以外の方のおかげでもありますし、まあ、その感謝の気持ちっていうのも常に持ち続けてます。そうですか。選手たちに記念の時計を贈った竹内監督、当時の石川選手について話を伺うと意外な素顔が。バレーボール以外では教室でもそうですし、自分の気配を消すというか、本当にその辺の男の子と同じように女の子とお話ができないだとか、本当に優しさとか柔らかさとか、まあ、そんな男の子っていう存在とバレーボールのスイッチ入った時のギャップが本当に激しい子だったなと思いますね。今の石川選手に竹内監督が伝えたいことは？彼がね、最近あまり口にしてないように感じるんですけども、楽しんでほしいですね。今はやっぱり勝ちたいとか、みんなを引っ張らなきゃとか、責任感が生まれることによってその言葉の数が減ったように僕は感じるので、日本のそのチームとして、楽しみながらっていう部分を彼には持ち続けてほしいなと思います。どうですか、恩師からの言葉は？いや、もう確かに楽しむっていう言葉は減ってるなと思いますし、まあ、でも心の底には楽しむっていうワードはもう常に入っているので、はい、久しぶりに思い出したというか、うん、またそういう取り組みもしていきたいなと思いました、うん、そうですね、やっぱり高校の監督と過ごした時間というのは選手として大きかったですか？だいぶ大きかったですね、まあ、プレイヤーとしてもそうですし、はい、まあ、人間性も磨かれたと思うので、この高校3年間で、まあ、非常に感謝してますね、そうですか、若い監督と一緒にということですね。さあ、そして、はい、高校卒業後中央大学に進学しましたが、うん、もうこの時からこちら超多忙三足のわらじ、記憶の限りこんな大学のリーグ戦と、はい、で日本のナショナルチームと、はい、でイタリアのリーグと、はい、やってる人って今までいないですよね？いないですね。それはどうしたんですか？海外のチームから声をかけていただいたので、ええ、もう行きたいですということを伝えたら、もううまく大学側の理解もあり、行くことができました、ね、あとはね、まあ、きっといろいろ事情があったと思うんですけど、これで、ね、学校辞めちゃうっていうのも手ですよね？あ、それも考えました。だってイタリアのプロリーグから、ね、声かかってんだったらもう、うん、ね、竹内先生からも、もう大学辞めたらとか言われたりしました。そうなんだ、はい、
ちょっとじゃあ勉強もしてみようかなっていう。そうですね、はい、そんな中で18歳で日本代表チームにも入ってるということで、はい、どうでしたか入ってみて18歳で。やっぱ何もわからない状態でしたし、目指していたところなので、まあ、最初はもう選ばれたことで非常に幸せでしたね。2014年のアジア大会で日本代表デビュー。もう一度石川を使った、すごい選手が日本でできました。18歳にして早くも日本のエースに。この大会で銀メダル獲得に貢献、世界からも注目されるようになりました。すごいですね18歳で堂々と、はい、絶対言えないけど、だって大学の、ね、バレーボールの試合とかは楽勝になっちゃったわけでしょきっと。いや楽勝ではないです。あ、失礼しました。ねえ、大学1年生の時とか、うん、雑用だとか、うん、仕事とかも大変だったので、はい、まあ、そういうところで、まあ、迷惑かけたなとかも思ったりはしてますね。自分がいないことによって、はい、周りの人がやること多くなっちゃうので。そうかそうか、はい、さてそんな大学時代の試合も大事にしていたということで、はい、ちょっと試合会場大変なことになったようです。こちらご覧ください。日本代表の合宿にもかかわらず体育館の前に大行列。そのお目当てはもちろん石川選手。彗星のごとく現れたエースを一目見ようと大フィーバー。その人気は中央大学の試合でも。これまで空席の目立った試合会場が石川選手を目当てに超満員。チケットは連日完売。しかしその人気ゆえに観客を収容できる会場がなくなり、関東大学リーグは安全のために異例の無観客試合を行ったのです。その時ちょっとあれですね、先輩方、いやちょっとすいませんっていう感じですか。まあそうですね、なかなか複雑な気持ちです。そうですよね、ちょっとすいません、俺人気あるんで申し訳ないっていう。そんなふうには思ってないですけど。無観客試合はどうでしたか。そうですね、少し寂しい気もしましたけど、まあ、それ以上に大学の試合の方が優先だったので、はい、もうその試合にしか集中してなかったですね。みんなねバレーボール注目してくれることは嬉しいけどもっていうことですよね。さて続いてのビクトリーアイテムに参りたいと思います。何でしょうか。はい、こちらのユニフォームです、はい、石川選手が最初に所属したイタリア、うん、モデナのユニフォームですね。いやでもイタリアのリーグに参戦するって、勉強どうしたんですかイタリア語は。もう最初その当時モデナに行かせていただいたんですけど、はい、その時はもうゼロで行ってゼロで行って向こう行ってから勉強し始めたので。そして学生の時、大学3年生の時ですか、はい、イタリアのプロリーグの洗礼を浴びたということで、うん、実はこの映像があります。ご覧ください。それは2回目のイタリア留学での出来事。試合直前、石川選手は監督から思いもよらないことを命じられます。なんと日本のエースである石川選手がリベロとして出場。リベロとはただ一人の守備専門のプレイヤー。ユニフォームの色も違います。サーブもスパイクも打つことはありません。直前にそのリベロの選手が怪我をしたことで急遽代役で出場した石川選手。異例の事態にも必死にボールに食らいつきました。Vリーグとかでは絶対ありえないことですね。ありえないですね。ねえ、いやもうやるしかないなと思いましたけど、不安はもちろんいつもやってないポジションだったのでありましたね。攻撃力ある選手も他にいたので、その選手がリベロに回るよりかは僕がリベロやった方がというふうに考えて、多分こういう指示を出されたと
と思って。そうですか、はい、やっぱちょっと悔しさみたいなのもあるんですか、その時は感情として。そうですね、もちろん、僕のポジションはアウトサイドなので、スパイクがなくなっただけでリズムって全然違うなっていうふうに思いましたし、そのリベロをしっかりパス返しても得点にしてもらえないとやっぱ気持ち的にも苦しいなっていうふうに思ったので、そのポジションの役割っていうものを改めて知れましたね。確かにね。そしてファンとしてはイタリアでどういう生活をしているのかなってのは気になるんですけれども、見たいですよね。見たいです。一人で生活してるんですか？一人で生活してます。本当ですか？プライベートではなんか意外に物臭だって聞いたんですけど本当ですか？そうですね、特に趣味とかもあるわけではなくて、まあ、これから、まあ、観光とかどか出かけたらなと、いやなんか石川さんの周りの人がプライベートでは本当なめくじみたいな人です。全く動かない。動かない。それ本当ですか？前までは結構もうオフとかもう寝てたりだとか。そんな人がよくイタリア行きましたね。イタリア中部の都市シエナで大学を卒業後たった一人で生活する石川選手。今ではイタリア語も。日本の栄養士からアドバイスをもらい自炊する毎日です。練習ではチームメートと積極的に意思疎通を図り、世界最高峰のリーグセリエ A でチームの中心選手として大活躍。イタリアのバレーファンの心もつかみました。イタリアでの生活、はい、でも観光には行ってないんですね。いや、あんまり行ってないです。イタリアってノリノリの国なんですよね。あ、合います。大丈夫ですか石川さん、結構おとなしめですけど。大丈夫です、はい、大丈夫ですか？いやでも結構積極的にコミュニケーション取ってましたよね、そのプレー中は。バレーボールのことだったり、もうそういうところは全然取れますし、チームメイトも非常にフレンドリーなので、もうよりコミュニケーション取りやすいですね。そうですかね。小学4年生からバレーボールを始め、コートで夢を追い続け、日本代表のエースとなった石川選手。その姿に憧れるキッズたちに世界のスパイクを披露します。さて石川さんにぜひですねバレーボールの迫力を小学生の皆さんに見せていただきたいと思いまして、キッズたちにトスを上げてもらって、はい、そしてスパイクまでお願いしたいんですけどいいですか？はい、そうですか。この後スタジオで石川選手のスパイクが炸裂。やわー、やわー。ではお願いします。頑張って石川選手にスパイクを打ってもらいます。セッターは小学6年生堀内春人君。ではボールお願いします。よいしょ。よし。やわー、やわー、やわー。ナイス、ナイスコンビ。錦田チームの皆さんどうだった？えげつないです。えげつないですね。じゃあちょっと山形さんもバレー部だったし、はい、レシーブの体勢入っていただいて、はい、どれぐらいのものなのか体感してみてください。よし、じゃあサーブお願いします。近いんだよな。怖い怖い怖い、本当に怖い。うわいや早い。そうですか。ただ横から見てたら明らかに石川選手手抜いてるんですよ。よし、じゃあ今度はみんな同じコートに入ってやってみたいよね。レシーブしたい。本当？じゃあちょっとレシーブ自信ある子ちょっと入ってみて。おお、いいよいいぞ、みんないいぞ。お、来た来た来た。じゃあね、ちょっと贅沢な時間だけども石川選手とちょっとした対戦ということでね、頑張ってください。よし、さあ頑張ろう頑張ろう、頑張って。はい、
頑張って。はい、ちょっと、フェイントもありますよ、フェイントも。で見せられたら前に行けないんだって、みんな。分かった分かった、みんな分かったよ。ブロッカーがいないから大変なんだよな。じゃあさ、ブロッカーを呼ぶよ。斉藤さんがいたでしょ。斉藤さんが皆さんのチームのコーチなんでね。ちょっとすいません、ブロッカーでちょっと1枚。斉藤さんとは元日本代表、斉藤信春さんです。北京オリンピックにも出場し、ノブコフ205の愛称で親しまれました。現在はキッズたちのコーチを務めています。ちょっとブロック飛んでもらってもいいですか、一回。うわー、大きい。おー、これで止まるんじゃない、きっと。どうだろうね、やってみようか。はい、おお、やっぱりブロック久しぶりに痛いですね。10年ぶりです。終了。そして石川選手から応援メッセージが。僕今プレーしてて楽しむことだったり挑戦することっていうのを一番心の中に秘めてやっているので、皆さんも楽しむっていうことをまず忘れずに、目標に向かって頑張ってください。はい、ありがとうございました。よいしょ。1972年ミュンヘン大会よりメダルから遠ざかっている日本、石川選手を中心に東京で48年ぶりのメダルに挑みます。さて、石川祐希選手にお話を聞いてきましたけれども、オリンピックに向けて一言最後、今の気持ちを聞かせてください。もう本当にワールドカップで悔しい思いしたので、もう絶対そのリベンジをオリンピックで果たします。はい、そのためにまず個人のシーズン、しっかりと戦い抜いていきたいと思います。そうですね、はい、日本から応援しています。ありがとうございます。今日は石川祐希さんにお話を聞きました。ありがとうございました。ありがとうございました。収録翌日、石川選手はイタリアへ。休む間もなく世界との戦いへ旅立ちました。